こんにちは、F スターの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はですね、最後まで行く、見てまいりました。いつも通りね、ネタバレなしとネタバレありでやっていきたいなと思います。はい、今回ですね、藤井道人さんの最新作ですね。はい、前作は先月やりましたビレッジでございます。ビレッジ僕ね、動画出したんですけど、もうちょいかな、もうちょっと欲しいなと思ったりした作品でしたね。で、その後に、ヤクザと家族をね見ました。はい、これはね結構面白かったです。ヤクザ映画っていうね、ある種ジャンルというか、まあ暴力映画にねなりがちなジャンルなんですけども、それをねかなりヒューマンドラマにしてて、終わっていくヤクザっていうね文化をこのかなりエモくね描いた作品になっておりました。はい、これは僕結構思ったより面白かったなという感じでございますね。時代の流れを感じさせる作品だったんで、あ、こいつ大人になったんだなみたいな、この時間経過が見れるのがちょっと面白かった作品でございましたね。ビレッジ、ヤクザと家族で、今作最後まで行く、この3本見てね、めちゃめちゃ共通したねテーマがめっちゃあったなと思って、地方三部作みたいなねところがあるかなと思ってまして、限定されたコミュニティとかね地域から抜け出そうともがくものを描いてる3本かなと思いましたね。はい、まあ、ビレッジもね、村っていうね小さいコミュニティからこのどうしようもないところからどうやって抜け出せばいいんだっていう話になってたし、ヤクザと家族もヤクザっていうものの、偏見とかその上下とか地域のしがらみからどうやって抜け出せばいいんだっていう話になってました。で、今作もですね、この、まあ、綾野剛が本庁の人間として出てくるんですけど、その本庁の人間も、岡田くんの刑事課のね、刑事も、どうやってこのスパイラルから抜け出せばいいんだっていうね、そこでジタバタもがく人間模様っていうのを今回も描いてたなと思いましたね。で、原作ですね、最後まで行く韓国映画なんですけど、これ見る必要あるかどうかっていうところなんですけど、まあ見ない方がいいかもしれない。見ないで行った方が、この原作のね、あった話の面白さみたいなところを、そのままね、直撃できると思うんで、見ないで見に行った方がおすすめです。もう見ちゃったよって人は、なんだろう、細かい、設定の変更ですね。これ結構細かいところあったり、あと構成、話の構成がね、かなり大幅に変わってたりするんで、そういうところでも楽しめる作品ではあります。100% 楽しむなら見ない方がいいかなっていう感じはありますね。はい、っていうところですね。まあ結果として、まあ、結構面白いというか、まあビレッジより僕はこっちの方が良かったかなと思います。ただちょっと音楽があんまりね合ってないなーって思うところがちょいちょいあって、まあそれが気になったかなーってところですね。まあ、テンション感が難しいかなというところですね。ありえないやばい事態に直面してあたふたしてる滑稽な人間っていうところで、まあ、コメディでもあるんだけど、まあ、ハードなシリアスなシーンもあったりして、どういう感覚で見たらいいかなっていうのを誘導してくれるのが BGM というか音楽だと思うんですけども、それが結構あんまどういうことっていう音楽の使い方が多くて、それが気になったかなっていうところですね。皆さんのね最後まで行くの感想コメントの方でねお待ちしてます。じゃあここからはネタバレありでやってみましょう。いきなり頭から長回しが入りまして、ここねうまかったなと思います。このぐるぐる回ってね、岡田くんがこう焦ってる感じがこう見えてね、良かったと思いますね。で、最初ね磯村くんね引いちゃうんですけど、その前に原作だとね犬だったんですけど、今回ね女の人になってましたね。なんかね、まあ、そこの改変も後々効いてくるというか、やっぱ韓国と日本のね文化の違いがねかなりあるんで、そのね、そこをどうやって今回落とし込むかっていうのが結構テーマになってたと思うんですけど、ここはね、うまいこと書いてたんだと思いますね。でね、冒頭はね、意外とね、シリアスでしたね。予告の感じだとね、結構なんかコメディなのかなと思ったりしたんですけど、かなりね、音楽も相まって結構シリアスなね、展開だったなと思いますね。で、広末涼子がね、出てきますけど、妹じゃなかったっすね。原作だと妹なんですけど、妹夫婦と、あとね、娘と一緒に住んでるっていう設定なんですけど、嫁っていうことになってましたね。まあ、最後の展開を考えると、まあ、うまい改変だったかなと思います。妹ってよりかは、まあ、家族、まあ、奥さんの方が、
あの日本的にはね感情移入しやすいかなというところですね。で今作もありましたね、あのアンチ・ジョデのね、あのバレるのかバレねえのかみたいな、サスペンスね、ここやっぱハラハラさせて面白いところでございます。ここね原作はねなんか兵隊のおもちゃを使ってなんか連れてくるんですけど死体を、それがどういう理論でそういう状態になってとかいまいちよく分かんなかったんで、今作のねもう人力でもうむちゃくちゃで持ってくるというやり方、原作よりもまあ見やすくなってるなと思いましたね。でこの辺のね持ってくるサスペンスいいんですけど、音楽がねギャグすぎてなんかちょっとやりすぎじゃないかなと思ったりしましたね。うん。であとあれだ、矢崎ね襲ってきますね、綾野剛が。韓国版の原作だと電話でなんか誘導してこのなんかいろんなとこ行かされるんですけど、そこを全部バッサリめちゃめちゃ変えてて、ここねああおそう行くんだっていう感じありましたね。でなんかもういきなり来ちゃうしね、今回の悪役矢崎ねここでもう殴りかかってくるんですけど、いやよかったっすね綾野剛、やばいよもうイカれたやつめちゃめちゃ良かったっす。ガーシーのね件でねなんかいろいろリークされてたんで、まあ、そういうのをね逆に逆手にとってね、あ本当にやべえやつだわってのがより見えて良かったっすねここは。はい。でしかも殴ってて話が戻ってね矢崎サイドを描くっていうね、ここの矢崎もただ操られてるだけだったっていうのがこの辺でね分かるんですけど、いやここは面白い改編だなと思いますね。うん。ヤクザと家族でもね見せたその、まあ、一見もう本当なんだろうマジで危ないというかもう絶対悪みたいな感じでね思われがちな存在を、もうヤクザも人間で、まあ、人間模様があって感情があってヤクザはヤクザでしんどいんだよっていうねのを見せた、監督だなっていうのがね分かりますね。あのちゃんと悪役にも悪役なりの理由があって、まあ、大変なんだよっていうのを、今作も見せてくれたというね、まあ、完全懲悪じゃないっていうねところ、うん、あの悪役にも悪役の理論があるっていうのを見せるっていうのは現代的でね良かったなと思います。はい。この矢崎サイドを描くってところでやっぱ藤井道人作品見てるなって感じがねありました。でまあ結婚式を見せて、でその後にねあのひき逃げ現場を別視点で見せるっていうね、ここがね良かった。この矢崎視点を描いたことによって、こういうねシーンも入れられて、この原作との違いで今回良かったポイントだなと思います。はい。で義理の父親をね殴って、めっちゃ狂気、その殴ってる描写をね今の岡田くんのシーンとカットバックさせて、カットバック早くなってってドーンとね現在に戻るっていう撮り方っていうか編集ですね、あの見せ方はねうまい。これどうやって戻るんだろうなと思ってたところで、この映画的に見せ方で戻るっていうやり方ですね、これ良かったなと思いましたね。はい。でなんかこの辺からね結構ねハードロックっぽいね BGM がねちょいちょい出てくるんですけど、なんかねこれがなんかどっちつかずでどう見ていいのか結構わかんないなと思いましたね。はい。まあ、笑っていいのかそれともシリアスにやりたいのか、絶妙にハードロックっていう曲調ですねがダサくて、でそれもあってコメディなのかシリアスなのかっていうのがなんかどっちつかずだなっていうのがありましたね。であと爆弾の手に入れ方ね、これもなんかちょっと雑だなと、うん、原作だとね爆破処理班の予行演習みたいなねのがあったんで、そのなんか理由付けというか爆弾があるっていう理由付けにはなってたんですけど、今回もこれ使いなよみたいな感じで渡されちゃってね、結構、まあ、その場のノリだなって感じがありましたね。車を吹っ飛ばしてで帰って、まあなんかもう結構終わりな雰囲気出てましたよね。原作だと金をね金庫じゃない金を見つけて終わりなんですけど、今回は金を見つけてその後にバトルがあるっていう展開ですね。原作を見た人だからこそ騙される、展開だったなと思いました。これはいい改編ですね。総じてね改編してる部分結構いいんですよ。ちゃんとなんだろう日本でやるのに適したように変えられてたし、仮装をねお母さんもね、埋葬するんですけど土葬じゃなくて日本は仮装だから、それの違いもねあって、それもうまいこと処理してたし、最後のねラストの改変も良かったかなと思いましたね。その改変したことによって金庫にまで綾野剛がね追ってきたっていうね、今回の矢崎ですねよりしつこいやつだなっていうのが如実に出てたなと
いう感じがありましたね。本当に綾野剛のキャラクターがねめちゃめちゃ良かった。顔も良かったです。もう本当にやべえやこいつっていうねところもあって良かったですね。はい。であとなんか年末年明けのねカウントダウンに重なってくるっていうね、年の瀬っていうところもなんかダイハードをやりたかったのかなと思ったりしましたね。ダイハード1作目ってクリスマスのアメリカが舞台になってるんで、そういうところもね、でダイハードもなんか結構コメディなところもありながらシリアスで、結構アクション満載な映画ってところで、あ、これダイハードがやりたかったのかっていうのがこのクライマックスでね、見えてきたなと思いましたね。で、まあ外出てね、肉弾戦になってくるんですけど、外のシーンがねちょっと見づらいですね。さすがに暗いかなと思いましたね。まあそういうのがあって、で、綾野剛をね倒すんですけど、そこでね柄本明出てきて、絶対に抗えない闇みたいなものをねまた出してきたなという、ね、ビレッジでもそういう感じありましたけど、今回はね柄本明がヤクザで出てくるという感じでしたね。結局操られてるだけというか、結局駒でしかない、地域とかね場所独自のルールとか、まあ、上下関係とかに縛られてもがくんだけども、飲み込まれてしまうっていうのが、やっぱ藤井道人この3作ですねに共通してるところっていうのがここで出てきたなという感じがありましたね。朝になりまして、帰るぞというところなんですけども、まあ、こっからもう完全オリジナルですよね。で家に電話して、でやり直そうというね感じになりまして、帰っていこうとしたらまたついてくる矢崎っていうね、いやしつけーっていうねいやいいよ本当に。で車走り去って終わるんですよっていうのを考えると、こっから僕の解釈というか考察なんですけども、岡田くんはもう朝の時点で死んでたんじゃないかと。お腹打たれてたしね、出血多量で朝までには死んじゃうんじゃないかなと思ったりして、目覚めてからのシーンはもうなんか黄泉のシーンというか死後の世界みたいなね、死後の夢みたいな感じで家族ともやり直すと、さらにヤクザですね、柄本明に復讐でねぶっ込みに行くっていうね、その2つの夢、死ぬ直前に果たしたかった2つの夢を死後の世界の夢でこの再現というか、達成させながら行って終わるラストだったかなと思いましたね。でも最後のね勢いのある空撮で終わり方はね、あそこは良かったかなと思いました。はい。やっぱね綾野剛の開演もかなり今作良かったし、岡田くんもね結構結構自然な感じで良かったと思うし、まあビレッジよりは面白かったかなという感想ですね。どうでしたかね皆さんもね。そんな感じでございます。次回はねクリードやりますね、楽しみです。ということで、よければね、高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまたお願いします。